見てほしいものがあるんや。はい。自転車っていいよね。自転車いいっすよ。問題です。この丸の中に入る言葉は何でしょう。変なのしか、はい、自転車超欲しい。欲しい。おー、あ、なるほどね。俺はじめ社長うんことかしか思わなかった。正解ははじめ社長素敵でした。惜しい。はい、はいはい、今回の議題、そうだ、そういう議論の回までも言ってたんだけどね。そうですね。だから罰ゲームばっかりやってたから、うん、俺たちはこういう頭を使えるんだよっていう。そうですよ。もう4人でもう集会みたいに、集会みたいにした方がいい。これは大きな議題になってくる。これは多分なんぞなんぞ。はい、多田さん今日の議題は、はい、いやなんか僕さっき友達の話とかしてたんですけど、女友達のことを僕は大体下の名前にちゃん付けなんですよ。エロいな。あー、うん、そうね、なるほどね。そうそうそう、だからほらね、エロいなとか、うん、でじゃあはじめさんどうなんですかって言ったら、うん、はじめさんはもう名字ですら名前ですら呼べないみたいな。そうなんですよ。で、下の名前にちゃん付けで呼んでる俺が、うん、なんかもう、うわそれはやりてっすわとかなんかうわチャラいっすわみたいなこと言ってきたんで、いやこれは違うよって、まあ、いいですか。はい、どうぞどうぞ、はい、あの、例えばですよ、うん、ちょっと気持ち悪いような人が、うん、まあ、シュタインズゲートの誰でもいいですよ。うん、ちょっとオタクっぽい人がゆかちゃんっていう子がいたら、うん、ゆかちゃんっていう、うん、なんかちゃん付けに対する気持ち悪さがすぐ頭にあって、うん、それもし、まあ、こっちは普通に、まあ、ゆかちゃんって言ってるつもりなんだけど、その女の子の頭の中で勝手に変換されてゆかちゃんに変わってったら、すごい気持ち悪い思いさせるんじゃないかなっていう。でもそのじゃあ俺シュタインズゲート見てないんでわかんないんですけど、うん、シュタインズゲートのそのゆかちゃんっていう人と、うん、ゆかちゃんは友達なんですか。表面上はゆかちゃんはどう思ってないけど、少なくともそのオタクの男は思ってるかもしれない。あー、友達って、うん、自分の場合友達なんですよ。普通にご飯とかも行く友達でそれ羨ましい。いや羨ましいんだよ。そうそう、この話の発端となったのは、うん、女友達っぽい人にさっき会って名前を呼ぼうとしたんですけど、うん、終始一言もその子の名前呼べなかったんですよ。あー、一回も。なるほどね。じゃあそれはなんかいろいろ訳があって、名字で言うとそれもそれでなんか距離感できちゃって、まあなんか知らせらしいなって思われるのも嫌だったから名字とも呼べないけど、下の名前で呼び捨てにするのもなんかちょっと無理なんですよ。そんな大したもんね。それにちゃんをつけたらいいんじゃないかとか。それにちゃんをつけたらいいんじゃないかというよりは、そもそもちゃんってそんなに気持ち悪い言葉じゃないですよっていう。まあ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 。誰が言うかにもよるかもな。俺はもう昔から仲いい仲悪い良くない関係なく全部名字。なんか恥ずかしさが出ちゃうんだよね、下の名前。多分同じです。そう。そうそうそう。いや僕もどっちかというと呼べないけど。せめてものあれで、名字でしか言えない。呼び捨て？名字の呼び捨て？大学生とかになったら急に名前で呼び出す風潮あるじゃないですか。あの、無理して言ってたんですよ。そう、そう、無理して言ってたんだけど、でも、なんか違和感あって、だから、本当は名字とかが一番気楽だし、無難。だから、何々ちゃんは、あのな。でも俺大学女友達一人もいないですよ。でもなんか話すときあるじゃん、授業とかでも。まあ、授業は。いや、ないです。俺、もう、いやいや、絶対くれない。ほら、何言ってる、本当に。呼び捨ての方がチャラくないですか。だって親密度が深いと呼び捨てでもいいかなって思ってたよ。なんかそれだけ仲いいんだなみたいな。なんかアニメの幼馴染みたいな、あいつら下の名前で呼ぶじゃないですか。確かに確かに。何みたいな。呼び捨ての方が俺はなんか、いや、なんでこいつ呼び捨てなのって思われますよ、あっちに。向こうもなんか呼び捨てだったらいいんじゃない。確かに。多分ね、プライドがあるんですよね。僕はなんですけど、女子がいるとちょっとカッコつけちゃうんですよ。変なところ、わかる？わかる。なんか下ネタもだからちょっと言いづらくなるし。あー、まあまあまあ、いる。なんか、キャッキャーとかも絶対女の子の前でできないタイプ。なんか結構こう、クンプみたいな。クールぶっちゃって、その、クールぶっちゃったキャラから解き放たれるちゃんがすごい僕はキモいなって思っちゃって。あー、そりゃそうだ。なるほどね。ただちょっとピンクラップ着てるから、もうちゃんが出やすくなってんだよ。確かに。でも中学、小学校の同級生はそうですね。いつ出会ったかにもよるんじゃ。そうですね。もうだから、ちゃんが染み込んだのがアイドルオタクを始めてからなんですよ。もう、俺、推しとか、そう、推しとかのことも、呼び捨てとか、あだ名とかじゃなくて、下の名前にちゃんだったんですよ。それはわかる。そう。アイドルは、なんか可愛いから、ちゃんつけたくなっちゃうんだよね。そうそうそう。それが俺の頭の中に出来上がってからは、なんか女の子はその名前にちゃんで呼ぶんだみたいなのが出来上がって、そっからですね。それはもう多分アイドルオタクをしてたからの仕込みだと思う。なかなか誰にでもちゃんはね、むずい。だから言わせてほしい。俺は、そういうオタク思考により、ちゃんがついてるだけであって。それはなんか分かってよ、でも。要するに可愛い女の子を、
応援し続けたことによって、そう、もう女の子というものにはちゃんをつけるものだと。なるほどね。でもやる子にやってるって何言ってんすか本当に行くとこ行ってるって。もう行くとこ行ってるし、やることやってますよやってないのにいますんだからだから外行くんだが、何するかというとね、簡単に言うと草原に今から向かいますと。草原に行って、草原のどっかに誰かのものをポイってして、他の3人で探すと。制限時間があると。見つかんなかったらもうそれはもう見つかんないまんま帰ると簡単なルールですよ。まあ、でそれを誰が隠すのかと、うん、と誰のものを隠すのかと、おじゃんけんしましょう。はい。まあこれでも大事ですよね。やっぱ果てしない世界で何かを見つけるっていうのはやっぱりクリエイターにとって欠かせない能力だと思うんで。なるほど、なるほど。なるほどね。確かにみんな納得してくれと。まあ直感ってことですよね、まあ、直感も大事だし、運と読みというかいろんなのをこれで見つけられるかもしれないよね動画で俺たちは成長していくんですよ。いや本当に。じゃあじゃんけんしましょう。じゃあまず隠す人じゃん。最初はグッ、じゃんけんぽい、はい、こうでしょ、じゃんけんぽい、じゃんけんぽい、よし。あ、俺負けたんか。じゃあ次誰のを隠すかと。これが一番大事じゃん。負けずこっちじゃん。最初はグッ、じゃんけんぽい、あいこでしょ、あいこでしょ、あー、なんでやー、何隠しますか。スマホはちょっと仕事に支障が出るから。確かに確かに。これ以外だったらもう何でもいい。なんかもう本当になくなったら困るやつにしましょう。あ、悪だ。まあじゃあ一回こっち出てますさ。オッケーオッケー。よし、さて何にしようかな。え、もう本当何でもいい。何でもいいよ。もう怒んないでよ。決まりました。決まりました。はい。これはなんて言わない方がいいの？何がないって。言わなくていい気がする。じゃあ行きますか、草原。はい。見てください。草原に着きました。広いね。草原だからね。うん、で、まあ、そこに大地くんがポイってします。それを僕らで探します。ちなみにどんくらいのものを隠すんですか。大きさで言うとこのぐらいですかね、うん、え、でかかでかいでかいでかい。そう、結構大きかったんで。これ分かるよ。そう、でも結構分かっちゃうんじゃないかなと思って。待って、任天堂スイッチ範囲どうしよう。そしたらまあじゃあここから見える範囲、虫、そんな感じで。じゃあ大地くん隠しフェーズに入ってください。了解です。これ虫が、よし、じゃあ隠していきます。あの、奥に見えるのがスタート地点。そこからずーっと来てベンチのここにあります。はい、オッケーっす。オッケーっすか。隠しました。1位になったら何かあるんですか。1位になったら何かあるんかな。あ、じゃあ、そっか、バラバラで探すんか。罰ゲームというよりは見つけた人に何かって感じですよね。まあ、私これはご褒美ですね、うん、今夜誰にでも好きなものを食べさせられるけんは。わかりました。そしたらちょっとやる気出るでしょ。出ますね。じゃあ時間決めて見つかんなかったら俺が。あ、確かにそうだね。制限時間って言ってましたしね。確かに確かに。あんま30分とかでみんなこうさグダグダ探して。あ、確かに確かに。 15 かな。 15 今ちょうど5時15分だから。じゃあ半まで。 OKOKOK。 半まで行きます。はい、よーい、スタート。はい、ゴーゴーゴー。さあ頑張って頑張って。あ、ヒント探してるな。そんなせこいことしないですよ。やべ、みんな草原って言ったから草原の方から探すんですね。世界あっちなのにね。まずい、はじめくんが。やばいやばいやばい。だんだん正解の方へ。一方かな、違う、全然違う。まあ、反対行ってますね。陽平くんもあんなとこ行ってる待って、わかんないんだけど。いや、本当に目視できるところだったんで、それを近場と撮るか、もう限界の目視で撮。あんまりね、遠くにやってないと思ってるんだよな。ほう、意外とね、こういうとこにあるんだよ、多分。陽平くんが、モトクラシ作戦だと思う。ハジレと同じこと言ってる。いやいや、マジで違うのか。じゃあちなみにあと残り9分30秒お、なんか持ってきたぞ。いや、全然違うものなの。絶対違うの。え、待って、これかな。え、これ見つけた。はい。え、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 これ、え、え、
違う。え、待って、じゃあ何これ。え、待って待って、やばい。普通に鍵見つけちゃった。知らない人の鍵を見つけてしまった。やばい、知らない人の鍵見つけちゃった。ちょっと後で届けましょう。預かっておきます。ありがとうございます。大ヒント。はい。緑のとこじゃないです。緑じゃないところです。実は。あと、5分。ないない。ないないない。嘘でしょ？なんか。あれか、マンポ系の横につけるみたいな。マンポ系の横につけるやつ見っけます。あのクリップ全然違います。はじめくんがずっとベンチの方を気にしてるんですよね。ベンチの裏側にかけてあるんで、これがまずい。あ、陽平くん来た。陽平くん、あと3分なんですけど、こっち側じゃないです。木々が生い茂ってるところにあります。あと1分40秒です。やばい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 。もう大ヒントいいですか。はい。立てかけてあります。立てかけてある。あ、はい。え？あ、何でもないです。待って待って待って、やばい。陽平くんが、陽平くんが見つけるか、見つけちゃうか。待って、神経使え、神経使え。あと1分15秒です。いや、俺もうさっきはじめくんやばいと思ってたんで。マジで？まさか。もうあと30。うわー、バレた。うそ。バレ、マジで？うわ、バレた。え、なになになに、これはやばい、バレました。何やってんすか。待って、いやマジか。よかったー、これやべえ、ワンチャン取られたら。あかん、あかん、いや、やべえもん。これやばいよ、これじゃあ言ったじゃないですか。100万円のものを隠したと。待って待って、やばい、見た瞬間冷や汗かれちゃったよ。危ねー。ちなみに、ヨヒくんが持ってきたのが、あ、残り17秒。すごっ。いや、すごいし、すごいよ。何やってんすか。